どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はライカ SL2 とライカ SL2S、こちらをね取り上げてみたいと思っております。結構ねどっち買ったらいいかって迷ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思って、今回このテーマに取り組んでみることにしました。まあ僕は持ってないので、SL2S ユーザーの僕の友達のねライカに恋してのアンディさん、インタビューしてまいりましたので、後ほど動画の方を見ていただきたいなと思っております。今回のテーマ SL2 ではなく SL2S を買った理由ということでやってみようかと思っております。これどういうことかというとですね、まあ、SL2 っていうのがハイスペックモデルとなります。スペックも価格も高いで、対して SL2S はですね、この SL2 の派生モデルっていうのかな、弟分みたいな形で発売されました。ミドル級のモデルになるんですよね。スペックもちょっと抑えて、値段もちょっと抑えてっていうね。まずざっくりとスペックの方、違いをね、お話しさせていただきたいと思っております。SL2 の方が4700万画素という。これはね、高画素ですね、いわゆる。それに対して SL2S は2400万画素。まあ、これだけあれば十分なんですけどもね。まあ、ただ、違いとしては、倍ぐらいの違いがあるということなんですけど、まあ、細かいところはちょっと飛ばしますけど、値段ですね、93万5千円。SL2S は69万3千円。ということで、これ結構大きいんじゃないですかね。で、どういった方が SL2 に向いていて、どういった方は SL2S に向いているよっていうお話なんですけど、まずね、もうこの価格帯、93万5千円が出せる人はまあ SL2 行ってもいいんですが、ただね、注意点。動画撮る人は絶対に SL2S の方がいい。これはね、もういろんな方がおっしゃってます。で、動画も綺麗に撮りたい。写真も綺麗に撮りたいっていう方は SL2S に行ってください。これ間違いないです。なんでかっていうと、これ4700万画素あるので SL2 がね。動画はね、不向きですよね。もうこれをそのままの形で、書き出すのであれば、もうパソコンから変えなきゃいけないっていう、この5000万画素近くあるデータをですね、動画として出すには、まあ例えば僕これ、これですね。はい。M1 MacBook Air。これ使ってますけど、これね、スペック上げて、なんだったかな、ちょっとスペック忘れましたけど、結構ね、重いデータでもいけるんですよ。僕、今、ライカ M11 使ってますけど、6000万画素ですね。もう問題なくサクサクいきます。ただ、動画となるとね、話は別で、めちゃくちゃ重いですよね。当然ですけども。なので、SL2 を買うのであれば、もうパソコンごともうハイスペックに変えなきゃいけないっていう、これデメリットです。はい。だからもう写真だけしか撮らないよっていう人は、SL2 に行けばいいと思います。はい。写真メインのカメラですね、SL2 は。で、対して SL2S、写真も動画も撮りたい方。これね、めちゃくちゃいいっすよ。何度かね、触らせてもらって、で、作品もね、見せていただきましたけども、十分ですね。写真も綺麗に撮れて、動画も綺麗に残せるということで、もうコスパがいいんですよね。SL2S は。動画も写真もメインで撮るという方は、SL2S に買ってください。はい。ということで、SL2S ユーザーのアンディさんの方に、インタビューしてきました。なんで SL2 ではなく SL2S を買ったのか具体的にお話しされておりますので、ぜひですね、動画ご覧になっていただきたいと思っております。最後までごゆっくりご覧ください。どうですか、アンディさん。今日は面白かったですね。面白かったね。SL2S ですね。はい、それ今ね、動画撮ってるんですか？ムービーです。
ムービーということは SL2S にレンズがズミルックス出た単焦点レンズ M マウントズミルックス 50mm つけるっていうね、それでムービーを撮るってちょっと贅沢じゃないですか。結構なんか最近これちょっとちゃんとやろうと思いました。なんでさ SL2 じゃなくて SL2S にしたんですか。最初はもうやっぱ使ったことがかしまったことがあって、うん、なんですか、京都ライカ店での、うん、試し撮り会があったんですよ。はいはいはい、参加してて SL2S をその時キャンペーンでもうバンバン使ってくださいって。あ、なるほどね。使わせてもらった時にもう撮った瞬間ドハマりしたんで、ほう SL よりも、比べてどうっていうよりはこれが欲しいってなったんです。うんうんうん、後から聞いた話だと、うん、SL2 はやっぱ高画素機なんで、うん、そうですね、うん、潤沢な光があるところで、うん、スタジオ撮りとかですると爆発的な、なんか威力を発揮する、はあはあはあ、最高性能、うん、これは逆にまあ2400万っていうところで一番その暗いところにも強かったりとか、うん、ムービーも強いとか、うんうん、いろんなオールマイティーさがある。そうだよね。 SL2 が4000万画素、SL2 は確か40005000万いや5000はないはずなんです。4000いくつだと思うんですけど、でもそれでムービー撮ったらかなり重いよね。多分そのままの画質でやると思う。あ、そのままの画質でやると。なるほど。っていうのもあって、これが、うん、たらハイブリッドが一番、うんうんうん、まあ使いやすいっていう、うん、動画もいけるし、静止画もいけるという。もともとそれがやっぱやりたかったんで、うん、ライカ、違う、アルファ7-3の代わりにもこっちにしてるんで。ああ、そうかそうかそうか。ってなるとまあそういうことかな。うんうんうん、セル2じゃないかな。うん、セル2はやっぱどっちかというと写真でガリガリやる方が向いてると思うんで、うん。でね、アンディさんがね、いつもね、重い重いって言うんだけど、そんなに重い、重いっすか？これにすると、全然、うん、苦が。ああ、単焦点レーズにすると。バリオエリマットにすると。ああ、バリオエリマットね。2キロ近くあるんで。ああ。こうやって持つのに2キロって結構きつくないですか？うん。そうです。でもまあ最近はちょっと、あれも重くないっていうことを学んだんで。追い込みだってことを学んだんで。ああ。確かに、だってキャノンとかさ、ニコンとかさ。はい。でかいもんね。でかいですよね。うん、まあ、僕そのそれこそアルファ7-3とか Q2 とか、うん、ああいう軽いカメラからスタートしてるのもあるんで、あ、そっかそっか、比べちゃうとちょっとやっぱり重量を感じたっていう、はい、はいはいはい、のはありますかね。うん、でもバリオエルマリートでムービー撮ってもかなりいいです、いいです。どっちがいいんだ、どっちがいいってことないか。でもバリオエルマリートの方が多分撮りやすいのかな。24-70で画角いろいろ動かせるんで、うん、そういう意味でやりやすいと思うんですけど、やっぱり重さとか携帯性が下がるんで、うんうん、こいつやっぱ機動力が高いんですよ。お、軽いし楽だし、で M11 1個入れててもこれ入っててもそんな重くないですけど、うん、バリオエルマリート入るとこんなになるから、うん、でそれズミルックスつけるっていうことは、はい、それってオートフォーカス効くんですか。効かないです、効かないです。あ、もうマニュアルでいくの。マニュアルです、これ。マジでマニュアルでムービー撮る。はい、やりますよ。完全ムービーマニュアルですよ。かっこいいね、でもね、このルックス。うわぁ、4の範囲がいいですね、いいですね。好きな絵が出てくるっていうのはやっぱ間違いないですね。はい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 。あー、いいっすよ。緊張はね、頑張って慣れるって言ってる。カバから外してますけど。あ、そっか、今、そっか、マニュアルでやってるから。そう、ニアが動くともう一緒に落ち着いていくか、うん、いじるかしない。あーはーはー、かっこいいよね、SL2S。僕はこれすごい好きなカメラですね、やっぱ。SL2 が、あれだ、ライカのマークっていうかさ、はい、その文字が白いんだよね。そうですね。あれ目立つんだよね、あれ。あ、うん。ステルス性で言うとこっちの方がやっぱ、まあ。ああ、確かにね。ブラック。真っ黒だもんね、SL2S。そうなんですよ。まあ、ここのロゴは結構僕もやっぱ好きですね。そこ、そうそうそう、ロゴ、ロゴ。ね、はい、これはね、SL2S に、M マウントレンズ、ズミルックス 50mm 単焦点レンズをつけて、ムービーを撮るアンディということでね。うん、はい。非常に贅沢な、今日はフォトウォークですけども。はい。はい。ということで、今回の動画以上となりますけども、いかがでしょうかね。SL2 か SL2S を迷っていらっしゃる方、まあ、参考になったらいいかなと思ってこの動画を、作りました。ちなみにですね、今回の動画では、アンディさんね、SL2S に、M マウントのね、
ズミルックス50ミリをつけて単焦点レンズをつけていろいろ動画撮影していましたけども、普段はねバリオエルマリート、あのズームレンズですね、L マウントのレンズを使ってらっしゃいます。今回はまあ単焦点レンズでやったということで、またねこの動画いいんですよ。でアンディさんのチャンネルの方で、動画出てます。リンク貼っておきますのでぜひですねご覧いただきたいと思っております。 SL2S にズミルックス 50mm つけた動画洒落てます。はい、ぜひご覧ください。はい、ということで今回の動画以上となります。ぜひですねチャンネル登録そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。